立て方の時に現れる柱梁による XYZ のグリッドは純粋な構造物として美しく立体的な関係の自由さを持っています。しかしながら人間の空間は構造を覆い隠してしまいます。床や壁によって空間は不透明になり分断されてしまいます。構造の空間と人間の空間が同時に存在するような建築とはどのようなものか。XYZ のグリッドに線に幅を持たせ短冊化します。平面的には場所を分けながらつなぐ壁柱となり、断面的にも同様の関係を作ります。立体的に短冊が交差するような半透明なグリッドの建築です。構造の空間が自律的に存在し、人間の居場所は事後的に発見される。人間と建築の距離感、もしくは同時性が空間の自由さや豊かさにつながるのではないかと考えています。詳しくは紙面にてご覧ください。